本日お話しさせていただく内容は、マルチエント自動交渉ということで、マルチエントシステムの関する人技術の一つの紹介になります。で、えっと、講演者は、藤田克偉と申しまして、東京農工大学のグローバルイノベーション研究員、まあ、兼務して工学研究員の方に所属しているものになります。また、産業技術総合研究所の人工知能研究センターにも所属、兼務しております。 でまあ、自己紹介はあのすごく簡単なんですけども、えー、と東京農工大学のもともとの,の,の情報工学の方のに所属しておりまして、えー、と2018年頃から3層圏の人工知能研究センターの招へ研究員として兼務をしております。で博士の頃からずっとですね、えー、と私マルチエンドシステムの研究をしておりまして。 で特にマルチエンドシステムに今日お話しする自動交渉という技術があるんですけどもこれに関する研究を、まあ、かれこれ10年以上続けているという形になります。でまず、えー、と最初にですね、まあ、背景といたしましてマルチエンドシステムとはどういうものかというのをご紹介させていただきます。 でまあ、簡単に言うと、複数の知的なエージェントと呼ばれる、まあ、主体がですね、えー、と自律的にえと分散された状況で、まあ、共通された問題を解いたりとか、まあ、もしくは分散された個々の問題を解きながら、前提として何か大きなことをするというのがマルチエイトシステムだと考えています。まあ、ただ、マルチエイトシステム内で、えー、とどうしても対立というのがエージェント間で発生することがありますので、まあ、それを自動的に解決する一つとして、自動交渉という技術があり、 まこれによって協調がエージェント間でできるようになるというようなま技術になっています。でえっ、ー、と元々はマルチエントシステムの一つの技術だったと思うんですけども、えっ、ー、と最近はこの自動交渉がですねいろいろとえっと学術研究としても実用化としてもえっと広がってきているという状況ですので、えっ、ー、とこのえっと学術研究の状況と実用化の状況に関してえっとお話しできればというふうに考えております。 もともと大きなバックグラウンドとしましては、まあ、最近ちょっと AI ブームにかなりなってきていて、まあ、チャット GPT などの生成 AI の部分もありますし、まあ、その前の真相学習の分もあり、まあ、AI 技術というのはすごく発展してきているというのがすごくよく分かると思います。で次来るとして、可能性があるのは、まあ、その AI がえっがどんどん向上しているんですけども、それが個別のシステムとして機能するようになると。 でそのような中で、えー、と AI 同士が何か協力してもっと難しいタスクを解くもしくは、えー、とそういう状況でそれぞれの会社が作った AI 同士が協力して、まあ、新しいことに挑戦するっていう事情が出てくると考えられます。まあ、これを AI 化協調と呼ぶような感じ呼んでいるんですけども、まあ、この理由としましては完成、えー、された個別 AI の能力っていうのはある意味限界があるんですけども もしこここの強調とととといいううががででききれば当然、えー、と拡張ができるということになりますしかも方法としては現実的な方法で、まあ、融合させたりと,か,、えー、となんか真ん中でもう一個大きなシステムを作るよりも、まあ、より現実的に簡単にできたりするので、まあ、この方がいいだろうというのがあると思いますで。その中で強調しようとすると、まあ、やはり強調する方法ですとか交渉する技術っていうのがキーになってきますので、まあ、そのような研究をあの していきたいという大きなま背景としてあります。まその一方で、今 ai 自体の性能向上に関する研究はたくさんあると思うんですけども、もま ai 間が連携するための研究はまこれから発展していくっていうような形かと思っています。ま今 AI エージェントっていう言葉が最近出始めていて、ま大きなあのアメリカの google とかですね。あと、メタ社とかそういうところはつく。あの。 興味を持ち始めているんですけども、まだあのどこの企業さんもまあ発展段階ということで、今後 AI イベントがっていう形で名前は少しなんですよ、AI に特化したものになるかもしれないですけど、発展する可能性があるという分野だと思ってます。で、その中でえとの AI 間の協調につながるえと研究といたしまして、マルチエンドシステムというのがあると考えていますま。これはえと人間ですとか AI ですとか、あ,あとロボット。 サービスみたいなものの、コブ行動の主体をエージェントという風に呼びましてで、技術分散状況を仮定した上で、多数の行動主体の相互作用に基づいてまあ、なんか大きなことを実現するというシステムになっています。で、エージェント同士のえーと協調です。とか、あの競争あと交渉組織化調整などがえっ、ー、と大きなあのけタスクになっていて、まあ、これの計算モデルを研究しているという形になります。 で実際にマルチエントシステムが実現できるものとして、まあ、例えばなんですけども、個々の利己的な要望をすり合わせつつ、不満を抑えた調整が自動的にできるということがありますし、まあ、あと不正に関係な社会システムを、まあえっと、メカニズムデザインなどと組み合わせて作ることもできます。まあ、あと、マルチエントシステムってシミュレーションシステムでもあると思うので、まあ、そのようなもとで人では発見できない困難な回をシミュレーションによって発見するということも考えるということになります。 まあ一方で、マルチェントシステムってまだ、えー、と社会実装に関しては、えー、と進んでいるかどうかちょっと怪しいところもあるんですけども、えー、とこれは、えー、とマルチェントシステムが解を求めるための必要な情報がどうしても人によってモデル化されなきゃいけなくてコストが大きいというのもあると思います。まあ、あと、こういう自動的な意思決定を支援するシステムっていうのは、最終的な意思決定者は人間に等してもなりますので、まあ、そこら辺に関してもまあいくつか弊害があるのかなという状況です。 でここからは、いろいろもう少し学,学術的な研究の紹介をしていきますと。でまず、さっきから言っているエージェントなんですけども、えっと、もう少し定義をさせていただくと、えっと、世の中、何か環境があるもとで、このエージェントはセンサーとアクチュエーターという2つの機能を持ってまして、えっと、センサーで環境を知覚することができると。で、アクチュエーターで環境を変える行為をアクションを取ることができるというものになっています。 でその中でエージェントはまあ何でもいいんですけども、ここにえと自律的な処理が入るということになりますで。最近は AI エージェントとか呼ばれるようになると、ここの部分が AI の賢い処理が入るようになってくるという形です。でまあ、ここに書いてあるように、えー、と基本的にエージェントは自律的にえと分散されて行動する主体になります。なので、人間とかロボット、あと AI とかそういうふうに考えられます。 で今回、興味があるのは、そのエージェントが複数、マルチになったときの状況ですとで。これをマルチエントシステムというふうに呼んでいまして、複数の知的なエージェント、主体が、自律的に共通、もしくは分散された問題を解くような仕組み、もしくは解くためのシステムというのをマルチエントシステムというふうに呼んでいます。で基本的にエージェントには、個人合理性と呼ばれるエージェントがそれぞれの合理性を持っているという仮定をしています。 でこれは自立分散系の現在の社会っていうのをすごくきれいにモデル化したものでありまして、かなりそこら辺が現実の世界にアッチしているっていうのがあります。でまた、規模を大きくすることが容易ですとか、あとプライバシーがそれぞれ守られますので、各エージェントは出したい情報だけ出せばいい。 ような仕組みになっていることが多いですので、まあ、実際にすべての情報を出し,出し切って真ん中で解くというような仕組みとは違って、まあ、自律分散系のこういう仕組みですと、えっと、各エージェントのプライバシーを守ることができるという利点もあります。で実際にこの、えー、とエマルチェントシステムが応用できる例としては、まあ、協調作業支援、まあ、特に自律ロボットとかを使った協調とかですね、まあ、あと電子証取引でのエージェント。 あと、スマートグリッド上でもエージェント、親和性がいいと言われています。あと、今日紹介しますけど、サプライチェーンマネジメントに関しても、こういうエージェントシステムが役立つということが言われていたりしますので、こういうところに応用が考えられるのかなというふうに思います。で、そのようなマルチエイトシステムの中でですね、対立がどうしても起こる可能性があります。 各エージェントそれぞれ自分が好きと思っている、もしくはできることとかが、えー、とそれぞれ異なっているという前提になりますので、まあ、当然、えーと、同じことを、同じ目的でしようと思っても、ちょっとそこでバッティングしてしまったり、何か調整が必要なことってのが起こり得ます。でその中で、その調整を自動的に行うのが、えー、と自動交渉的にずと捉えてください。で基本的には、えーと、主体が異なる、えー、とエージェント同士で、協調しも、 何かちょっと利益を上手に分配しながら調整するっていうものが自動交渉の前提にあります。で、先ほども言いましたけども、各エージェントは、効、まあ、用関数と我々は言う言葉を使っているんですけども、まあ、利得とか、選、えー、行情報とか、そういうふうに言いまして、まあ、基本的には何かこう,こういう行動を取るとかですね、こういうものを得ることによって、満足度合いがそれぞれ定義されている場合が多いです。 でただ、この満足度合いの関数が基本的にみんな一緒というわけではなくて、えー、とそのアクションを取るものに、の得られたものによって、形がちょっと違っているという状況を仮定しています。で、その中で、えー、と自動交渉のプロトコルと呼ばれるルールがありまして、このルールに基づいて、コミュニケーションを取りながら、最終的にここで合意しましょうという合意案を見つけられるような仕組みが、まあ、自動交渉のイメージだと思ってください。 でえー、と基本的には、えー、とこのコミュニケーションの取り方は、まあ、ここに例えばこういうメッセージを送っていいですとか、そういうルールもありますし、このタイミングで送っていいというようなものが全部ルールとしてありまして、まあ、これがプロトコル、共通化されたプロトコルということになります。で基本的には、相互に条件を提示しながら、受理と共有を続けるようなものが、自動交渉プロトコルで一番有名なものになっています。 まあ今までの話を簡単にまとめますと、マルチンズシステムは、まあえー、と自動的に自律分散されたエージェントが強調するようなことを仮定したようなシステムっていうのがありますと。でその中で、えー、と衝突が起こってしまうので、えー、と自動交渉によってエージェント間で自動的に行為形成を行って調整を行うと。でこの自動交渉が必要な理由としては、えーと、エージェントがそれぞれ個別の行為情報と、まあ、あと,、えー、とそれに対する対応を戦略というふうに。 読んでるんででいるるすすけどもその戦略を保持していることがありますただここのエージェント間でコミュニケーションを取るときにある程度ルールが必要になるので自動交渉プロトコルというものを使って共通化されたルールを設定しています。これによってエージェント間で自動的に調整することができて最終的に協調ができるっていうのが自動交渉マルチエントシステムという中での自動交渉の意義になります。 で実際にこれをアカデミックで研究しようと思うとですね、まず、その今言ったこの交渉と呼ばれる問題をある程度数式でモデル化する必要があります。でまあ、こんなふうに我々はモデル化したりして、まあ、エージェントが何体いるですとか、 あとそれぞれ決めることも、今、どちらかというとお金の金額を決めるとかみたいで1つのようなことを言いましたけど、たくさんある場合もあるので、それをそれぞれ論点というふうに呼いまして、その論点がそれぞれいくつあって、それぞれの論点に対して、ここからここまでの取りうる要素がありますよっていうのを事前に定義しますと。 でそのっと合意案、最終的にさっき言ったコミュニケーションを取ることによって、エージェントで何か調整をされて、各論点がこの値を取るっていうのが決まってきて、でその成長が別化として表現されて、これが合意案ということになりますで。最終的にこの合意案がいい、悪いっていうのを評価するときに、何か目的関数で合意案を測る指標を決めておいて、そこで測ると。 いう,ようなこととををして研究としててて研究モデルを作っていますでまあよく言われているんですけどもなんか自動交渉っていうのはまあそれぞれエージェント例えば1人目のところでエージェント A さんと B さんがそれぞれいるときに話し合いながらやることによって もともとエージェント1番のこのクライムですね、と2番のこのクライムと3番のクライムがこ離れていったんだけども、なんか話し合っていく中で、それぞれのエージェントが取りうる,る範囲を新たにこう広げていきながら、もしくは新たなところを発見しながら、最終的に1番と2番がこうぶつかるポイントが、一致するところがあると思うんですけど、ここの部分に合意を新たに見つけてくるっていうような仕組みを自動交渉だというふうに捉える人もいます。 なので、イメージとしては、自動交渉はまず、まあ,あの後で戦略の話をしますけども、エージェントが何か合意をしたいっていうのが根源的な欲求としてあるので、まあ、それをしながら、エージェントは自分のなんか取り入れる、考えられる範囲をどんどん広げていきながら、まあ、最終的にエージェント同士が一緒に、えーとあのあの、重なる部分っていうのを見つけていくっていうようなものが、自、ま、動、あ、交渉のような仕組みというものになっている でまた、あの会の部分なんですけども、えー、と自動交渉の夜、まあ、会というのは基本的に、えー、といろいろあるんですが、えーと、この3つが有名になっていますで。1つがナッシュ交渉会と呼ばれるものでして、えー、とこの記号を、まあ見て分かる方は分かると思うんですけど、ちょっとここ、ベクトルがちょっと四角になってしまいましたが、えー、と各エージェントの公用、選考っていうのをそれぞれスコアとして出せるんですけども、これの掛け算をナッシュ交渉会。 の最大化された点をナッシュ交渉会とということになります、まあ、つまり各エージェントの公用の席、まあ、これナッシュ席と呼ばれているんですけどもこれを最大化する点が一つ答えになるということが言われていますでまた社会的余剰最大という点もありまして先ほどはこれ掛け算の最大の点だったんですけどもこれが足し算の最大の点に変わったものもあります、まあ、これはエージェントがたくさん存在する社会全体として一番良い点を探すと まあそれをいい感じとしようという考え方です。であと,、えー、とエージェントの別の考え方として公平かどうかというのもあります。なので、えー、と基本的にちゃんとフェアに、えー、とこの社会に与えられている、えー、と社会的余剰を分配できているかというものを、えー、と公平に分解できているかというのを図るヒジラともありまして。 まあこれは各エージェントの雇用の分散、近似公平性というふうに呼んでるんですけども、これをできるだけに小さくしようという回もありまして、最終的にこれが0になると公平回ということになりますま。こういうふうにえと自動交渉の仕組みでは、1つの指標を最大化すればいいというわけではなくて、なんとかえとこういうほか公平なところとか、社会的に最大なところとかっていうのをこう見つけながら、 最終的に合意が形成できるところを見つけていくっていうようなことになっています。で実際に図で表すと、ナッシュ交渉会とかですとかけ算の点になるので、よくこれからこの図出てくるかもしれないですけど、横軸にエージェント A さんから見たそれぞれの先行値の値のバリューですね。例えばこの点ですと、エージェント A さんからすると、 まあ大体1ぐらいかなとか。で、これでいくと5ぐらいかなみたいな感じになります。で、えっ、ー、と、縦軸にこれ、エージェント B さんにとっての効用。つまり同じ点なんですけども、エージェント B さんからすると、えっ、ー、と、また違うふうに見えたりするので、エージェント B さんからすると、これは例えば1点ぐらい。で、こちらのここの点に関しては、エージェント B さんからすると、えっ、ー、と、あんまり高くなくて、まあ0.5点ぐらいかなみたいな形で、まあ、それぞれ見方が違ってきますと。で、これをプロットすると、まあ、こういう分布図になるんですけども、 まあ例えば、ナッシュ交渉会ですと、できるだけこの右上のところに行く、しかも公平的な真ん中の会っていうのを見つけられたりしますで。社会的友情とかそういうのだとまた違う点になります。でその中でつもう一つ新しい最適な会の考え方がありまして、まあ、多目的最適化でよく使われるんですけど、パレート最適という考え方があります。 パレット最適とは、えっ、ー、と、あるエージェントの雇用値を下げないと、もう一方の雇用値が上がらないような点の状態になります。で、ここの赤で結ば、の点と赤の線で結ばれたところが、えっ、ー、と、パレット最適な点と、まあ、その集合の線で、この線をパレットフロントという線になります。で、基本的には、えっ、ー、と、このエージェントたちは、えっ、ー、と、交渉に基づいて、 この一番外側の赤い点の中央をできるだけ見つけるのが重要ということが言われています。で、その中で、どれだけ公平な方がいいのか、それとも、えっ、ー、と、社会的要上が最大で、できるだけ、なんて言うでしょう、社会的に幸せな方がいいのかっていうのは、この赤い点からどこを選ぶかっていうような問題とも捉えることができて、まず、えっ、ー、と、このコンピューターの、なんでしょう、計算量とかそういう話ですと、えっ、ー、と、この外側の赤いところをできるだけ多く見つけ出すっていうのがすごく大事な。 えと期日になっということになまますでここまでが最適解の話になっていますでこのようなことでまあ交渉をどうモデル化しまして、えー、と目的関数みたいなものをつけなきゃいけないので、まあ、これをえと何とかして決めましょうということがありますで。そうすると自動的に交渉のえと目的っていうのは合意をできる点でありかつ、えー、と先ほどの目的関数で何か定めたやつを最大化すればいいと。 でこの目的関数は状況によってうまく選択するということになるというような状況になります。で、また、あの、交渉ドメインという言葉がありまして、えっ、ー、と、これは先ほど説明した交渉で何を決めるかっていう論点と、あと各論点が取り入る値を合わせて交渉ドメインというふうに言っています。なので、このドメインっていうのが、えっ、ー、と、それぞれの、えー、と対象になる問題によって違ってくるというふうな捉え方を我々の業界ではしています。 でこうやって何とか交渉環境を決めた後に、次にそこの上で動作する自動交渉エージェントとってのを作ることになります。で自動交渉エージェントが持っているのは主に二つでして、一つは交渉戦略と呼ばれるもので、まあ、エージェントがどういうふうに交渉するかというルールとか、まあ、もしくは仕組みとかをこの戦略というふうに言っています。だ実際的にこの行動を見ると、例えば協調的な戦略をしていますねとか、 えと敵対的な戦略をしていますねとかあとしっぺ返し戦略みたいなことをとっていますねとかっていうことが分かりますし、まあ、この交渉戦略の内部の仕組みの使われている技術とかを見るとヒオリスティックスが使われているですとか最適化が使われているとか、まあ、あと機械学習が使われているってことが分かるということになります。でもう一つエージェントが持っていなければいけないのは、まあ、先行情報とかあと効用関数っていう我々は言い方をするんですけども どういう時に好ましくて、どういう時に好ましくないかっていうのを定義した関数みたいなものを持っています。まあ、これは人間の中でも適切に数値化するのが難しいとは思うんですけども、エージェントはこのようなものを持っていてあるものが来た、あるものが手に入った時にどれくらい幸せかと、満足しているかっていうことを定義できるということになっています。エージェントは基本的にこの2つを使ってうまく交渉していくということになります。 であと、えっ、ー、と、先ほどから話しているように、交渉を動かすためには、ここの真ん中のルールというのも作っているということになります。で少し中途的な話が続きましたので、ちょっと具体的な話に移っていくと、えー、とまず、交渉ドメインとは何かというものは、えー、と例えばこういう問題があったときに、えー、とこういうふうに定義できます。まあ、例えばパソコンを売ったり買ったりしましょう。で、スペックは自動、あ,のある程度こうな調整できますよというような交渉問題があったときに、 例えば、この CPU、RAM、ハードディスクどれ、どれに着目しますか、どれをそれぞれに決めますかっていうのが論点というふうに決められます。でその中で、それぞれの CPU は Core i3、Core i5、Core i7 みたいな感じで選ぶことができますようですとか、RAM が 4GB、8GB、16GB、ハードディスクが 512GB、1TB、2TB みたいな感じで選ぶことができる。 っていうのが、まあ、それぞれの論点が取り得る、えー、と候補案ということになります。で基本的に例えば CPU が i5 で、RAM が 8GB、ハードディスクが 2TB っていうふうに選ぶと、1個の、まあ、我々ビットっていうのなんですけど、高音位案の候補っていうのを作ることができるというようなイメージになります。 でこのビットもしくはゴーヤーの候補が決まると、次にじゃあ各エージェントにとってこれがどれくらい嬉しいかっていうのは、基本的に効用関数みたいなものに入れると測ることができます。で例えば、一番有名な簡単なやつとしては、論点のそれぞれの重みとそれぞれの選択肢の評価値を決めておいてですね、こういうふうに、例えば CPU は0.5ぐらいの重みで、ラムは0.4ぐらいの重みで、ハードディスクは0.1ぐらいの重みですよっていうのを決めておいて、 でそれぞれの選択肢を決まると、これくらいあのあの点数がもらえますよって評価値を決めておいて、でこれの重み付き和で計算するっていうような、例えばこういう関数とかを作ったりできます。まあ、実際もうちょっと複雑だったりとか、えー、とこんな重み付き和で簡単に表現できない場合もあるんですけども、まあ、一番簡単な例としてはこういうふうなもので作ることができる。でそうすれば、えー、とこの表と,、えー、と実際の重み付き和の式を使えば、まあ、こういうのような公用値が計算できたりするっていうものがあります。 これが公用関数の1個の例とかになってきますね。こういうふうな仕組みを使って交渉環境を定義しながらもエージェントの戦略を作っているということになります。であともう1個決めなきゃいけないのが交渉のプロトコルなんですけども、基本的にはエージェント同士の交渉の行う上でのやり取りを規定したルールが交渉プロトコルというふうに呼んでいます。 交渉プロトコルは基本的にまあオーガナイザーというかです、ね、メインのここを運営している人が事前に決めておくものなんですけども、な何でもいいというわけではなくて、ある程度考慮して決めることになります。例えば、交渉プロトコルのルールが違えば、交渉の成功がどれくらい保証できるか、合意形成ができるかっていうのは異なってきます。なので、こういうのを使いますっていうのもありますし、 まあ目的関数、それぞれ設定するできるんですけども、その設定したときの目的関数をどれくらいで達成できるプロトコルなのかっていうので評価したりします。まあ、あと、スケーラビリティ、まあ、論点数とかエージェント数が大きくなったときにも耐えられるかっていうのもありますし、まあ、あと、うい用関数もえと複雑さの場がそれバラエティに飛んでいる場合もありますので、まあ、こういうのはえとシンプルな場合は使えるけど使えないっていうような場合もあり得ると思います。 また、プライバシーがどれくらい交換されてしまうかっていうのも、プロトコルごとにこだかかってってか違ってきたりしますので、これに関してもいろんな仕様がありまして、交渉プロトコル、ルールの仕様っていうのは図られます。で、実際にこの交渉プロトコルで一番有名でよく使われるものとして、アルタネーティングオファーズプロトコルというのがあります。これはとても簡単なプロトコルでして、例えば先ほどみたいにドメインが こう論点例えば今回旅行先と旅費の2つでそれぞれ重みと選択肢がこういうふうに決定しているようなもので A さんと B さんではそれぞれ違うよという状況を仮定しますと。で、アルタニティングオファーズプロトコルではまず最初にどっちか先行か後行か決めておきましてオファーというのを最初に A さんからすることにしたいと思います。 A さんは例えば沖縄20万円が最初にいいと思っているので、これをお客さんの方の B さんに提案をするということをします。で、そのっと B さんは考えたところ、どうもよくないということが分かった。これ自分だとこれでは合意が出来てできないということが分かったので、次に A さんに対して、このダメだったやつを A さんに提案するということをします。 A さんは B さんからまた別のカウンターオファーの提案を受けまして、札幌5万円がどれぐらい価値があるかっていうのを計算しますと。で、その中で A さんは、まあ、これだとちょっと合意はできないなということが分かったら、で、またカウンターオファーを A さんは自分で作り出してします。で、今度は札幌20万円という価格を B さんに提案をすると。で、その後 B さんは、えっ、ー、と、自分の関与関数を計算して、まあ、問題ないなということが分かったら、えっ、ー、と、アクセプトという通知を送ります。 で、その、その、アクセートの通知を送ると、えっ、ー、と、両者で、これで合意しましたというのが決まりまして、で、それぞれ各エージェントは、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、オファーに対する、えっ、ー、と、それぞれの価値があると思うんですけど、点数があると思うんですけど、この点数を得て、まあ、こういうふうに分配されて、合意を形成されたということが分かります。なので、これは単純に、えっ、ー、と、各エージェントが取れるのは、提案するっていうオファーと、 オファーを受け取ったら次、自分はこれを受け取れるというアクセプトというんですけど、これをやるか、もしくはそれが良くないということであれば、カウンターオファーということで拒否して違う提案をするということをひたすら繰り返すというのがアルタネティングオファープロトコルになります。で実際はこれを営に続けていればいつか合意できるような気もするんですが、まあ、合意できないときもあると。 でいつかそういう場合は終わらせなきゃいけないということで通常これには制限時間をつけています、まあ、例えば特定のリアルな制限時間内で交渉を行いましょうっていうのもありますし何ラウンド何何ステップ以内に交渉それ何回フォアして最終的に制限時間が来るっていう場合も両方あります。 で最終的にこの制限時間に達して合意できない場合は、まあ、両者の公用値は、まあ、利用価格と呼んでいるんですけど、えっとかなり低い値の公用値を得るということになります。まあ、例えば0点とかということになりますね。でこの時に合意できないときに得る値を、えっと、利用価格というふうに言います。でまた、交渉の状況によっては、時間が経過するにつれて、交渉がこういうふうに減少するような公、えー、用を計算するものもありまして、 これは割引効用というふうに言ったりします。で、ここまでがまだ、なていう自動交渉の周りの設定ですとか、そういうものの話になっています。で、実際にじゃあ、これをですね、えーと、解けるエージェントを作りましょうっていうのが研究の最大一目標だと思うんですけども、えー、と実際にどういうアプローチがあるかっていうことなんですが、も、えー、ともと自動交渉とかマルチエージェントっていうのは、えー、とゲーム理論が発祥なこともありまして、まあ、世の中 このコーの仕組みを解析したりするのに、ゲーム理論を使ったりしています。まあ、協力ゲームとか非協力ゲームとかあるんですけども、えっ、ー、とこういうのを使って交渉の仕組みを解析するっていう研究がありました。まあ、ただえっ、ー、と前提としては、このゲームのルールとか、先行情報は真ん中の神様は全部見えてるというものになってますし。しえっ、ー、とエージェントが合理性が仮定されていて、計算量も無限であったりっていうのは理想的なえっと設定がされている場合が多いです。 でえー、と最近、えー、と多くなってきているのは、こういうバーゲニング、ゲーム理論とかを使わない、まあ、ヒューリスティックなアプローチということになって、まあ、今の AI ベースのアプローチにって出ているのかなと思います。で例えば、世の中の人間の交渉術というのがあると思うんですけど、これを当然 AI 同士の交渉に使うこともできるので、まあ、そういうのをモデル化、アルゴリズム化して使うというのもありますし、 ゲームのルールや選考情報を共通情報として仮定されていないこともあって、このヒューリスティックなやつは結構現実で使えたりということもあります。あともう一個の課題としては、エージェントが完全な合理性もこれは仮定をしていないので、うまく臨機応変にできるということもありますし、ダイナミックに状況が変化するとか、膨大な可能性を考慮する構造上問題なんかにはうまくいくということがあります。 あと、全く別のアプローチとして、アーギュメンテーションという分野もありまして、これは対話形式を想定した理論で、論理を使ったアプローチになりますけれども、これに関してはちょっと今日の話からそれるので、紹介だけにしておきます。こういうアプローチがある中で、実際に今、交渉エージェントの戦略を作る研究っていうのは、大きく2パターンに分かれてきています。1つは、モデルベースの交渉戦略って書いてあるんですけども、 ゲーム理論と最適化を駆使した方法ですね。えっと、これは、えっと、ゲーム理論とかを使って、交渉の参加者に合理性を仮定させて、で、問題をガチガチに定義して、で、最適化でしっかり解いてしまうということを作るアプローチです。で、これは歴史が結構長くて、えっと、いいこととしては、交渉の戦略の意義とか、理由説明がしやすいっていうのがあります。 ただ、えっと、交渉の公用情報がですね、現実世界に持ってくるときに、きれいに定義できないこともありまして、そこが難しいっていうのがあります。あと、えっと、毎回各問題が変わるごとに、えっと、このモデルを一から作る必要があるので、まあ大変というのもあります。で、これに対抗する形で、えっと、ここ10年急激に発展してきているのは、機械学習ベースの交渉戦略を作る方法です。 特にこれは強化学習が自動交渉の戦略を作るときに、すごく親和性がいいということが言われているんですけれども、データとかをたくさん貯めておいて、それに基づいて機械学習のフレームワークに入れて、学習させるという方法ですね。これをやれば、先ほど問題が変わってしまうと、もう一回ガチガチに人間で定義しなきゃいけなかったモデルベースの方法に比べて、フレームワークは同じで、さらにそれにひたすら学習させれば、 何かいい交渉戦略が得られたりするってことがあります。でただ,ただ、えーと、弱点としては交渉の戦略の意義とか流説ではブラックボックスになるっていうのがありますね。でで先ほども言いましたけど、公用情報とか、あと国民とかの依存でも低いっていう利点もあります。でこのようなもとで、まあ、交渉戦略を作るんですけども、まあ、基本的にこの 行動だけ見ると、いくつか有効な交渉戦略っていうのは決められていまして、まず一つ言えるのは、基本的にあんまり敵対的な戦略を取ると合意ができないので良くないということが言われています。なので、交渉戦略として、人間も一緒だと思うんですけど、エージェントの場合もできるだけ協調的な戦略を取る。 ただし、あまり強調的すぎると,、えー、と強固な戦略の人に、えー、と搾取されてしまうので、まあ、自分が損しない程度に歩み寄れる戦略が強いということが言われています。でまた、えーと、できるだけ早く相手の戦略パターンを見分けて、じゃんけんとかではないんですけども、えー、と適切な構造戦略を、えー、と切り替えるっていう方法がいいということに言われています。 でこれは後で具体的な研究を紹介しようと思うんですけど、過去の交渉履歴から判断したりとかっていうので、できるだけ交渉パターンを見分けながら切り替える設定っていうのがすごく有効だと分かっていますで。あとシンプルになんですけど、この交渉全体の中で一番外側にあるこのパラリット最適なビットを上手に探し出すっていうのはすごく有効です。まあ、言い換えればよくウィンウィンな交渉とか、 合意案とか言うんですけどこういうビットをこれは探しているようなものなんですね。なのでこういうのを探し出すっていうのがと交渉戦略の行動としてうまくいく戦略だってことは、まあ、AI 同士の時もそうですし人間のそうだと思うんですけど分かってるってことになります。でその中でじゃあそれをどうやって実現しようかっていうのが、まあ、研究のところだと思うんですけども。 えーとまあ、ヒューリスティックな部分はいくつかあのずっと長い間であるので、えーとまあ、いくつか提案されているんですけども、えー、と最近はこれを強化学習でやるっていう仕組みが一、えー、つ流行り始めています。えー、と大体2017年ぐらいに えと2019年です、ね、2ぐらいに強化、えー、学習で交渉戦略を得られるよという仕組みが提案されたんですけども、えー、とこれ RLBOA と呼んでいるんですけども、えーと、これが提案されてから急激に強化学習と交渉戦略を得るという研究が、論文が増えてきました。でこの RLBOA は基本的に交渉戦略全部をまだエンドとエンドでこの時はできなかったので、えー、とビディングの提案するところだけを、えー、と学習して得て、 それ以外の部分はヒューリスティックに作るというような仕組みを作っていました。作っていましたと。で、えー、とそのようなもとで、えーととまあ、我々のチームが2022年に、えー、とエンドトゥエンドで許可、えー、学習の、えー、と構成力を得る仕組みっていうのを作りえっ、ー、とベナスというふうに、えー、と名付けました、えーと。これは今までは、えー、とオファー、 つまり相手に提案するところだけを許可学習で作っていたっていうのは前の RLBOA とかそういうので作っていたんですけどもえとまあもうちょっと許可学習をしっかり計算量を減らしながら上手にまあ状態とかを削減しながらうまくやると,えとちゃんと相手から来たビットをえと自分のやつの許可学習に入れると次にアクセプトすべきなのかもしくはアクセプトできないならば どういう提案をオファーすべきなのかっていうことをエンドとエンドで、教学習のフレームワークで提案できるっていう仕組みを作りました。で、この分、普通の教学習を使ってしまうと、ちょっと候補となる次元数が大きすぎるので、そこら辺は交渉独自の要素とかそういうのを入れて、次元をうまく削減して効率的にやれるようにしています。で、実際にこの仕組みを過去の協議会があるんですよ、自動交渉の。 戦略に関して。そこの協議会で提案したもので比較すると、まあ、前の RLBOA をディープラーニング、てディープ強化学習、深層強化学習に適用したものを使ったとしても、我々の手法の方がかなり強い時が多いということが分かっています。まあ、アナックチャンピオンに関しては、ちょっと同じぐらいっていうのがあるんですけども、我々の方がエンドツーエンドで相手のビットを アイテムからの提案を入力して、次に出す、次のアクションがそのまま出てくるので、かなり有用性が高いというふうに考えていますで。あともう一つの、我々のチームが開発したものとしては、先ほど相手の交渉戦略をうまく見極めて、それに有効な戦略を提案使うっていうのが、かなり交渉でうまくやるコツだというふうに説明したんですけども、これをタワンパンディットの考え方で、メタ交渉戦略ということで、 交渉のいくつかの有効な戦略を持っておいてで、それを自動的に切り替えるというアプローチを作りました。イメージとしては、相手の提案を見て、相手のこれまでの提案された内容を見ていると、相手は協調的かな、敵対的かなとか、強調しているにもこれくらい協調的かなというのが分かってくると思うので、相手が協調的ならこっちも共通に協調的に行くし、相手が敵対的だったら、こっちは敵対的に行くべきなのか、 ある程度歩み寄って妥協すべきなのかっていうことを自動的にえっとダウン万人とで判別できて切り替えるっていう手法を提案しました。で、実際にこの手法はかなり、やはり交渉をうまく進めるっていう意味では、強くまあ、児童交渉、エジ偉人ト協議会とか。でも当時えっとこれを出して優勝したという議席があります。 なので、1つ、わと我々のチームでやっている研究としては、この自動交渉のエージェントっていうのをうまく作りながら、戦略を自動的に教科学習とか、機械学習とか、そういうのを使って、活躍させるっていうことに成功したりしています。でもう1つ、大きな我々のチームでやっていることとして、自動交渉研究のためのプラットフォームの開発というのもやっております。 でまあえっと、もともと自動交渉っていうのはちょっとあんまり大きな分野ではないことがありまして、まあ、システムとか基盤っていうのは重要なんですけども、まだ整備されていない状況でした。でそこでいろんなところと協力しまして、まあ、共通で開発できる環境を作ったりですとか、あと共通で評価する基盤として自動交渉エージェント協議会を国際的に立ち上げるってことをしましたし、まあ、それによって共通のベンチマークを作るってことに成功しています。 でその中で残りの時間とかで自動交渉エージェント協議会 ANAC の紹介とかをしようと思うんですけどもこれは2010年からやっている活動でして自動交渉エージェント協議会っていうのを立ち上げましたでさらにこれに協議会を進めるために自動交渉エージェントの開発環境っていうのを整理しましてで実際にこの協議会自体が論文とかの共通のベン,チベンチマークとかになりましたし、まあ、これのデータを使っていろいろなことができるようになってきたと。 いいうことになっていますで実際にこれが自動、えー、交渉エージェント協議会とかの、まああの金なんですけども、えー、と世界的に国際的にやっていることがあるので、えーとまあ、あのオーガナイザーは私とあとオランダの、えー、と研究者とあとトルコの研究者と共同で毎年オーガナイザーしながら、まあ、新しい人員を入れながらリーグを立ち上げているんですけども、まあ、こういう形で自動交渉エージェント協議会を、えー、といろいろと進めています。 で参加者の推移に関しましても、まあ、最初はあの7人というか、7エージェントしかなくて小さいところだったんですけど、まあ、急激に増えていきまして、2020年頃には100を超える参加者が出てきたということになります。でアナックも大きくなるにつれて、やはり一つのリーグでは厳しいということで、いくつかのリーグを立ち上げるようになってきました。でまず、一つ目のリーグが、 エージェント・エージェント交渉のも、えー、ともとあるリーグですね、になっています。で、2つ目が、えー、と人間とエージェントの交渉のリーグっていうものになりますね。で、もともとはこの二つ、エージェントとエージェント同士か人間とエージェント同士でやっていたんですけども、えーと、最近はもうちょっと現実的なもの、問題設定に合わせたものを作りたいということで、例えばサプライチェーンのものに、えー、と模したサプライチェーンマネジメントリーグっていうのを立ち上げたりですとか、 あと、海外ですと、ボードゲームとして、講師を含む戦略的なボードゲームとして、ディプロマシーゲームっていうのが有名なんですけども、これに特化したリーグを立ち上げたりしています。また、次々、えっと、日本だと結構いろいろな研究があると思うんですけど、人狼ゲームの世界版、世界的なものっていうのも、えっと、我々のアナコンの中の一つとして、リーグ、リーグを立ち上げていただいて、で、ここでやったというのもあります。 で、えっ、ー、と、実際にそれぞれの、えっ、ー、と、エージェントリーグには、まあ、こういうふうにルールが決定して、我々は決定して、で、それに基づいて、エージェントは参加者として、えー、とエージェントを提出して、そこ、スコアを競い合って、まあ、優勝した人には賞金が出たり、というような仕組みになっています。で、また、えっ、ー、と、このジーニアスって呼ばれるようなものですとか、 まあ、あとネグマスと呼ばれるようなさまざまなプラットフォームを使いながら、えー、と各リーグにフィットした、えー、とそういうプラットフォーム作りも一緒に進めているという段階になります。で実際にっ、えー、と今年も ANAC、えー、とすで、えー、にやりまして、えー、とエージェント、エージェントネゴシエーションリーグとかですと、まあ、22名ぐらいでサプライチェーンマネジメントリーグとか22名ぐらいでこの2つをリーグとして今年をはやっています。 各リーグいろいろ事情がありまして、毎年はできないリーグもあるんですけども、っと今年はこの2つのリーグをしっかり立ち上げてやっているということになります。実際にまああのえと発表会みたいなところでは、こういうふうにえと部屋を借りて、ここで発表して、こういうふうに賞状を渡したりですとか、こういうふうにアナックはこういうのですよというのを紹介したりしています。ここまでが自動交渉エージェント協議会とか、自動交渉の なんか学術的なな仕組みの話になってきてきいますで最後、えー、とちょっと時間だいぶ短くな,くなってきたんですけども、自動交渉の実用化に関してちょっとお話しさせていただきます。で最近、自動交渉ってもともとマルチネットシステムの中に閉じた世界でいろいろ研究されてきたんですけども、まあ、どうも人間たちの活動のところの根源に交渉、えー、をするっていうのが一つ入り込んでいるようだと。 でも、この交渉するっていうのは、もちろんそれ自体が楽しみとかそういうのもあるんですが、やはり日々しているとちょっと大変なことになっているということがありました。それの中で、実際にこの自動的に交渉できる仕組みをいろんな現場に入れることによって、いろんな業務の効率化ができる可能性っていうのが出てきました。で例えば、株式取引なんかも、今エージェントがやっているところが大きいと思うんですけど、こういうところに入れるっていうのもありえますし、 まあ将来的には、えっと、製品の使用を決定して、例えばサプライチェーンで、いくつ物物、品を買、部品を買って、製品をいくつ作るかっていう調整なんかは、日々、えっと、工場下で交渉したりしているんですけども、まあ,あ、れを自動化できるような仕組み、もしくはそこのカスタマイズなんかも自動化できる仕組みなんかを作っていくっていうのが考えられます。で、さらに、えっと、進んでいくと、自然言語で、えっと、自動的になんて、人間と、 その AI 同士っていうのも向上しながら、まあ、なんかサプライチェーンとかそういうような大きな仕組みを、えー、と人間と AI で効率化しながら作っていくっていうような仕組みが考えられています。でただそれぞれ、まあ、難しさとか複雑度っていうのがありまして、まれ、あ、わこういうふうにまとめたりしている感じですけども、まあえーと、当時は自然言語理解とかが難しいので、自然言語を使わない部分ですね、ここだけでなんかいろいろできると。 可能性があるかなというふうに思っているんですけども、最近は ChatGPT とか大規模言語モデルが出てきたおかげで、だいぶ簡単に自然言語の文を作ったりとか理解することができるようになってきたので、まあ、こののあのことにもできるかなというのがあります。で特に最近、自然言語処理で ChatGPT とか大規模言語モデルっていうのがすごくブームになったおかげで。 えっと、この交渉っていう仕組みを大規模言語モデルでやろうっていうような研究が、えっと、急激にちょっと増加しつつあります。で、もともとこれは2017年の頃はですね、えっと、メタ社がですね、えっと、こういう交渉のバーゲニングゲームっていう簡単な交渉を模したゲームがあるんですけども、えっと、これを、えっと、強化学習とかそういう仕組みで作ろうっていうふうなことを2017年に発表していて、まあ、結構うまくいっていたっていうのがあったんですけども、まあ、この後、大規模言語モデル、 もしくは、えー、と生成 AI とかっていうのがブームが来た後に、えー、とこのメタ社はですね、えーと、先ほど説明したディプロマシーゲームっていうボードゲームに対して、まあ、こういうふうに、えーと、このどの領地を攻めるかっていう交渉を行うんですけども、えー、とここの部分に大規模言語モデルを使いながらも、えーと、先ほどの紹介した強化学習のプランニングの部分を上手に使って、で実際に戦略的な判断力を持った えと事前ゲームの対応ができる、えーとえーとえー、と自動交渉のエージェントをディプロマシーゲーム限定ですけれども作ることに成功したということが言われています。で、これが、えー、と2022年ですので、まあ、今もうちょっと発展している可能性があるんですけども、えーと、こういう仕組みができ始めているというのがあります。で、また、えー、と交渉の対話と,、えー、と自動交渉の融合というのも、えー、とかなり進んでいまして、 えっと、今実は大規模言語モデルだけだと、えっと、交渉自体はあんまりできないっていう論文がたくさん出始めている段階です。だから、例えば違う大規模言語モデルとかで交渉対応すると、なんか、両方ともうまくいかないねとか、まあ、出てきたとしてもチャット GPT の最新版がすごいとか、ぐらいしか出てきていないっていうのがあります。えただ、えっと、これはなんでかっていうと、大規模言語モデルとかですと、あんまり戦略的な部分が賢くできないんですね。 でも最近はですね、この真ん中の部分の戦略的な部分をマネージャーっていうふうに呼んだりして、この部分だけを先ほど我々がやっていたのは強化学習の交渉の戦略を得るとか、そういう仕組みを入れて、入れておきながら、その自然言語文から、こういう先ほどの強化学習に入れるためのデータ、こういう記号化するところっていうのと、 こういう記号列からきれいな自然言語部を作るっていうところのみを今日大規模言語モデルを使って使うと、まあ、うまくいくよっていうような研究論文が出始めています。ま,あ、まだ完全に成功したっていうものはないですし、まあ、あくまでもできたといっても、えー、とそういうゲームの世界の話といえばそうなんですけども、まあ、こういう仕組みができ始めていて、まず一つの最新の研究としては、交渉っていうものに対して自動交渉と大規模言語モデルを組み合わせることで、まあ、実際のゲームをしたり、 自然言語の交渉権のゲームをしたりってことができ始めつつあるというような状況が最新の言及になってきています。で、もう一つとしては、自動交渉を活用するユースケースの仕組みがいろいろ進んでいまして、ちょっと時間がなくなってきたので簡単なご紹介だけになってしまうかもしれないですけど、例えばスマートグリッドとかに先ほどの交渉の仕組みを入れると、 毎日スマートグリッドだと電力の需要状況に合わせて金額を決定していかなきゃいけないんですけど、ここに交渉を入れることによって、かなり柔軟に金額調整ができるということが言われています。でまた自動運転に関しても、ある程度できるようになっているんですけども、やっぱり人間でこう途,途中で、えーと 合流するときとかは、えー、と人間だとアイコンタクトみたいなことをとって、まあ、簡単な交渉みたいなことをしていると思うんですけど、こういう仕組みが入っていない中で、まあ、もしこれを入れると、えー、と実際にうまくスムーズに合流できたりっていうような利点を使う箇所があるっていうのも見つかっていますし、まあ、あとドロ,ロボンとか、あとロボットに協調に関しても、セントラルで全体のロボットをこうなんですか操るっていうものに関してはうまくいっているんですけども、 実際にこのドローンとかが使っている会社が違う場合ですと、セントラルにこのロボットの情報とかをコントロールされたりとか、あと内部の重要な情報をアップロードするっていうのは嫌だという場合ですと、こういう格霊ロボットとかの行為で交渉する仕組みの方が良かったりしますので、こういうのを行うっていうような研究も進んでいます。 であと意外に役立ちそうえ進んでいるのが、このサプライチェーンの仕組みの中に自動交渉を入れるというものでして、実際にサプライチェーンって毎日毎日需要が変化する中で、このチェーンに入っている、サプライチェーンネットワークに入っている工場間で日々電話やメールで調整をしている状況です。ただ、これをすると調整コストがすごい高いですし、ラインアップを構築してしまうので、実際に調整を効率化するですとか、 消労、小老短納期、低コストの生産をやるには、技を自動化して AI 同士で交渉できる仕組みを作るというのがすごく役立つということが言われていますで。実際に私の研究なんかでも、その企業さんと組ませていただいて、製造バリューチェーンにおける実習化の調整をです、ね、自動的に強化学習とかをうまく使いながら、交渉も自動的にどうやればいいかということをするような仕組みを作ったりしています。 で、えっ、ー、と、あくまでもこれの場合は、えっ、ー、と、ここに書いてあるように、一直線の簡単なサプライチェーンネットワークでしかできていないんですけども、まあ、将来的には、その、えーと、分岐するみたいなサプライチェーンネットワークもありますので、まあ、そのような状況でどうやって常時のたくさんの交渉を並列的にこう管理しながらやるかっていうような研究も今進めている段階です。まあ、実般に、一般にサプライチェーンネットワークですと、こう、入れ子状になっているような、 あのカスタマー側とサプライヤー側両方を同時に小刃物を引きながら交渉しなきゃいけない場合や同じものを売ってくれるような交渉相手に対して、まあ、どれくらいの物品をどれ量をどこから買うかっていうのを調整するような交渉があると思うんですけど、まあ、こういうのをうまくやるような仕組みを今作ったりしていますちょっと全体的にごめんなさい駆け足になってしまったんですけども、えー、と本日ちょっと、まあ、チュートリアルということもありまして、えー、とマルチエンドシステム の紹介と、あとそこの中で使われている、まあ、俺は私の自動一番主な研究である自動講渉の研究をえと簡単に紹介させていただきましたで。前半は主にアカデミック的なサイドから自動講習でどうやって捉えられているかという話をしました。で後半は実用、最後の方でちょっと懸け足になってしまいましたけど、自動講習の実用化に向けてどういうことがやられているかというお話をさせていただきまして、まあ、実際にえと最近は大規模言語モデルと。 交渉が結びつきずあるという話と、まあ、あと自動交渉を利用活用したユースケースがいくつか走っていますよという話を、まあ、簡単ですけども、紹介させていただいたというのが今日のチュートリアルになっております。